準備メイクを、してみました。はい、ちょっとドタバタであんまり喋ってなかったりすると思うんですが、アフレコかな、どうなるかなっていう感じですが、早速これからちょっととある場所に行くので、出発していきたいと思います。ということで皆さん一緒に朝の準備メイクしましょう。どうぞ。今日時間ないからめっちゃパンパンパンってリアル朝の時短メイクをお教えします。やっぱり安定のナーズのクッション使います。ナーズのクッション崩れにくいしカバー力あるから好きなんです。カフェラテを飲みたい。急いで目標は30分でメイク終わらせて、で美味しいカフェラテを飲んでから一日スタート。今日はエトボスのイベントに呼んでいただいたので、エトボスのイベントに参加します。エトボスのコスメ使いたいけど帰ってきてからでいいか。いろいろ教わって明日使うかな。結構この MIMC の 100% これ使います。来たらキノニクス、このセットが調子いい。したらトゥクルフォースクールで、ちょっとベタベタしちゃうかな。昨日なんかすごいねはかどっちゃって、編集が集中しちゃってそこまでやっちゃいました。したらこのナーズ、ここロマンド、
はい、戻ってきました。準備完成。洋服も着たし、アクセサリーもつけて完成です。コーディネートは外でこの後撮ってもらうと思います。はい、今日古着とおニューのバッグとで行っていきたいと思います。では、あ、ということで今日のメイクは完成です。はい、ということで、今日は早速これからねイベントに行きたいと思うので、イベントの様子ももしかしたらちょっとお届けできるかなと思います。はい、今日は、定番のブラウン系の私の大好きなアイテムたちをたくさん使って、でナーズのクリスマスコフレとかもちょっと多めに使ってメイクを仕上げてみました。めっちゃ好きなあのメイクになりました。はい、ということで行きたいと思います。じゃあねー。見た感じ結構濃くな色なんですけど、
誰もいないね。え、お嘘もお声もあった？お声もあった？あ、めっちゃダメがわかる。こういう感じで普段頑張っております。こういう暗いところやっぱ携帯で撮った方が綺麗な方が必要。なるほど。かわいい。今日のお洋服もかわいいでございます。お揃いの。箸の持ち方を改善中。あ、なんか矯正箸買うって言ってた。うん、買った？買ったのか。意識するとできるんだけど、うん、普通に何も考えないとバッテンつかみだったね。あー、バッテンつかみってなんかどうやって持ってんのかすら分かんないけど、うん、あ、でもまあそっか、低いんじゃない、なんか持ってるとこが。確かに真ん中なんじゃない、めっちゃ。もうちょっと上なんじゃない。こういうこと？スーッと、あー、そうね。もうちょっと上？もっと上？わかんない、上すぎ。今ね、ベルトを今までここにつけてるのとしたらここら辺につけてるイメージ。これすごいびっくりしてる今。そんな見た目で持ってる？わかんない。私これ辺だった、マジで違うわ。そういうことか。痛いね。これでこうやって痛い。解決したわ。なるほどね、これぐらいでこう、うん、そう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 、多分ね、ぼう、うん、ぼう。今日のリップは、あ、今日のリップは、うん、これがめっちゃ可愛い色持ってるよね。ファンの子が送ってくれた可愛いお気に入りです。とこれもめっちゃ可愛い色。重ねて。こんな感じ。
ということで、こんな感じの、私の半日の様子をお届けしてみました。トモスのお姉さんにいろいろ使い方を教わったので、またね動画の方でも、実践してみたいなと思っています。ということで今回はこんな感じの動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。